こんにちは。ドラマ大好きタロットリーダー協会のさくらみくです。今回もドラマとタロットをお送りします。今回のドラマはテセウスの船です。犯人は誰なんだろうと続きが気になって、久しぶりにドキドキしながら見るドラマでした。主人公のシンさんは父親の冤罪を晴らすために31年前にタイムスリップをして事件を阻止するというお話なんですが、ちょっとシンさんポンコツすぎな気がしませんか？例えばパラコートを盗むのはいいんですけど、それを雑に山に捨てる、逮捕されそうになって未来が書かれているノートと免許証を崖から捨てる、また大事な証言を聞きに行くのにその証言を録音していない、そして犯人のミキオの犯罪の告白の録音をしたと堂々とミキオに見せて、しかも過去にタイムスリップをして子供のミキオにそれを取られる。ざっと挙げてもこんなにあります。他にもこういうちょっとツッコミを入れたいところです。どうぞ。それでも演じているのが竹内涼真さんなので、かっこよく見えるのが不思議です。爪が甘すぎるシンさんと違って、奥さん役の上野樹里はとてもかっこよかったですね。私的にシンさんをタロットのコートカードで表すと何かなと考えたら、カップのナイトでした。カップは気持ちを表しているので優しい人なんです。でも悪い方に出ると優柔不断だったり、くよくよちゃんだったり、頼りなかったり、まあまさにシンさんは優しいけど流されやすいし計画性もないですよね。じゃあ奥さんは何かなと考えてみると、ワンドのクイーンです。ワンドは情熱を表していて、愛情深くて面倒見がいい肝っ玉タイプ。ゆりさんの情熱がシンさんを助けていましたね。今後が読めなくてぐいぐい引き込まれるドラマでした。そんなテセウスの船をタロットで表すと審判です。意味としては復活、目覚め、困難を抜け出すなどがあります。下にいる人たち色が灰色ですよね。これは死人がガブリエルのラッパによって蘇っているところです。良い行いをした人たちがこうやって生き返っているわけですが、昔の縁が復活したり、失敗からの復活、価値観が変わる的なニュアンスで解釈することが多いのですが、シンさんも何も悪いことをしていない父親の冤罪を晴らして未来を変えるために、まさに生まれ変わるために頑張るわけです。審判には現状を打破するという意味もありますが、今の自分の状態から抜け出すために一生懸命頑張りました、そうして見事無実を晴らすというより事件を防ぐことに成功です。生まれ変わり成功です。とは言っても題名にあるテセウスの船、同じものと言っても果たして同じ船なのか。シンさんは過去で死んで新たに生まれて、まあ、それはシンさんはシンさんなんですけど、まあ、持って生まれる資質ももちろん同じですが、やっぱり経験したことが違うので、果たしてそれは前のシンさんと同じ人間と言えるのでしょうか。タロットの審判はそこまでの復活という意味ではもちろんないけれど、ずっと続けてきたのと一度挫折なり中断をして、そこからいろいろあって価値観が変わる何かがあって、また始める、再開する、それは前と同じものでもその人の中では前とは違うわけですよね。奥が深い審判のカードです。さて、真犯人の動機も人物もちょっと弱かったですが面白かったですね。ドラマの最後の最後まで今まで出てこなかったお兄さんがハライチというのも面白いオチでしたね。ちょっと兄弟に出なさすぎな気がしますが、とても面白かったです。今回登場したタロットカード、カップのナイト、ワンドのクイーン、そして審判、
これのイメージはつきましたか？このように身近なものでハードは何かななど考えてみると勉強になるので試してみてくださいね。 TRA では YouTube を毎日更新しているのでチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。